宇宙大橋は、秋田県湯沢市にある、水瀬川の支流の中の大沢川に架かる、秋田県道323号を肥やす、温泉椿川線の橋である。元橋は、水瀬ダムのほとりにある、幅と中の大の集落を結んでいる。当初、両集落の頭文字を取って、羽中大橋と命名されることが決まっていた。しかし、百九十四年七月にスペースシャトル、 コロンビアに登場した宇宙飛行士、向井千明の活躍を見た、港村の子供たちが、羽中央宇宙にと要望したことで、最終的に宇宙大橋と命名された。橋のたもとに、向井千明の宇宙服姿の写真と、宇宙大橋と書かれた直筆が、記念碑になって設置されている。元橋の構造は、アーチ橋の一種、下地バスケットハンドル型ニール戦闘ゼ橋である。 バスケットハンドル型というのは、アーチが延直ではなく、斜めに立ち、長部で左右のアーチが近接していることを意味する。すなわち、上から見ると、X 字状のアーチ部材が道路の上に重なっている。この構造ゆえに降雪時、アーチに着雪した雪や氷が路面に落下する。二千六年、雪笑いをしていた高所作業車が落下した氷雪の直撃を受けて台車が、 破損する事故が発生したため、2007年以降は、当機関の通行が禁止されている。高さ27メートルのアーチは、雪払いが困難で、電熱線による融雪や、着雪防止部材の追加なども、効果的な対策にならず、改善に至っていない。橋の設計時に、現地の降雪量についての検討が不足していた、可能性が指摘されている。ありがとうございます。